ビフをご覧の皆さん、どうも、バグラグです。バグラグです。ボーカルの伊勢です。ギターのカズキです。ギターのユウです。ベースのつばめです。ドラムのまさみです。はい、バグラグですが、8月8日に、ファーストフルアルバム、ギャグを発売します。イェイ！ギャグ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 ！ビフ！ギャグ！はい、というわけでですね、ギャグ発売されますが、8月にはなんと東名阪ワンマンライブも決まっていまして、しかしながら嬉しいことに全公演ソールドアウトしました。ありがとうございます。しかしですね、さらに、ちょっと先になっちゃうんですけども、そのチケット取れなかったという人も、12月13日に渋谷のオーイーストでグッバイと題しました、ワンマンライブが決定しておりまーす。決定してます。グッバイ。はい、そちらの方にぜひ遊びに来てください、うん、というわけで、ビフからの質問ということで、うん、このギャグに収録されている、うん、わがままという曲にちなんでですね、ままこのバンドの中でわがままなのは一番誰なんだっていうところをちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、これ多数決を取った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、じゃあつばめくん誰でしょう。はい、伊勢くんです。はい、ゆうくんはどうでしょう。伊勢くんかな。かずきさんどうかな。まあ、一世だと自信ないね自信ない。じゃあ、まあ、そう一世あ、はい。ちなみになんかエピソードってあったりしますか。いろいろあるよね。ライブがとにかくね、あライブはね、もうわがまま三昧な感じで失礼なことをするんでね、うん、でもそこにはちゃんとあれ愛はありますから。そうそう、愛があって最後にちゃんと幸せが返ってくる、うんうん、わがままな愛ってやつですか。そうそう、はい、なんかうまくまとめていただいて、はい、ありがとうございます。という感じでですね、ライブの方も大変、わがままながらに楽しいライブになっていますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。以上、バグラグでした。ありがとうございました。